はいみなさんこんにちはレック東京リーガルマインド専任講師の森田と申しますこれから賃貸不動産経営管理士スピード合格講座担当させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速内容に入っていきますこの賃貸不動産経営管理士スピード合格講座は基礎編 とそれから実践編に分かれます基礎編が2時間2コマですねそして実践編が2時間2コマで実施します基礎編は名前の通り基礎的な内容こちらの方を説明させていただきまして実践編はこれも名の通り実践的に問題を解いて 実践力をつけていくとこういうような方法を取っていきたいというふうに思いますそれではまず最初に賃貸不動産経営管理士の仕事これについて説明をいたしますこの賃貸不動産経営管理士という資格は昨年ぐらいから名前も知れ渡ってきて受験者も非常に多くなってきています この賃貸不動産経営管理士というのは宅建士や管理業務主任者と似たような仕事をしますけれども具体的にどういうような仕事をする人なのかまずここから説明をさせていただきます。 はい、えー、ここにですね、画面に出ておりますけれども、賃貸不動産経営管理士の仕事と将来性ということなんですが、まあ結論から言うと、将来性が高いので、早く取っておいた方がいいと。このページの一番上に将来性は高い。一番下に結論として、早く取得しておいた方がいいと。こういう結論が書いてあって、 この間にちょっと説明があります、まあ現在はですね、まあ、どんな仕事をする人かっていうんですけどもマンションとかアパートの賃貸住宅の管理や経営に関する専門家とこれと似たものとして管理業務主任者という資格もありますけれどもこれは分譲マンションの管理組合と管理契約をする 管理業者の中にいる人です分譲マンションの管理組合と契約する管理業者の中にいる人が管理業務主任者なんですがこの賃貸不動産経営管理士というのは賃貸住宅のオーナーと管理契約をするですねそういうようなあ管理業者の中にいます。 現在は賃貸不動産経営管理士協議会が実施する民間資格ですけども将来性は高いでしょう。じゃあなんで将来性が高くなってきているのかというとここに今後でありますけれども今後でこの講座の中でも説明し,しますけれども賃貸住宅管理業者登録制度これはまだまだ任意の制度なんですけれどもこれに登録する業者 のには必ずです、ねえー、賃貸、えー、不動産経営管理士などこれ以外に実務経験がある人でもいいんですけれども、まあ、そういうような人の設置義務ですねそれから重要事項を説明するものとして位置づけられたことが重要です。 これまでは民間資格としてまあ極端なことを言えば、まあ、あってもなくてもいい資格ちょっと言い過ぎですね、えー、ですけれどもまあただあ今昨年平成28年に国土交通省の告示が改正されて、えー、それでこの国土交通省の告示が改正されてでこの 賃貸住宅です、ね、管理業者制度の中に登録した管理業者はこの賃貸不動産経営管理士などを設置しなければならなくなったり重要事項の説明をするものとしてこの賃貸不動産経営管理士が位置づけられてきたとそういうようなところでここがなんですね。 注目を浴びてきたと。そういうような内容です。そういう意味でえ、かなり注目を浴びてきてるということです。はい。で、将来は法律に基づく資格になる可能性もあると。まあ、これ、あくまで可能性ですね。試験実施団体がですね、まあ、法律に基づく資格になることを目指していると。 まあ試験実施団体のホームページなどを見ていただければあこのようなことが書いてありますその意味で早く取得しておいたほうがいいということですはい、これで賃貸不動産経営管理士のお仕事の内容ある程度は分かってきたかと思いますそれでは次にこの賃貸不動産経営管理士になるには試験に合格しなければなりません そこでこの試験の内容これについて説明をいたします。で試験の状況どれくらい難しいかというですねそういうような内容です。ここに画面に映っていますけれどもまあ確かにこの申し込み者数を見てくださいですね。 これを見ますと、平成26,27,28と、特に27から28には、もう倍以上の申し込み者があります。受験者もそうなっています。まあ当然、合格者。まだまだあ、合格者も申し込み者に応じて、合格率も平成26年は76%約ですね。それが55%ぐらいと、まだまだ、 二人以上の合格率ですね。すいません。二人に一人以上の合格率になっています。ですね。で、この講座を作る趣旨は、これがだん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 難しくなっていく可能性が高いので、早く合格してしまおうと。そういうようなことです。そういう意味で、この講座を勉強していただいて、 平成29年度必ず合格をしてくださいですか、ね、ら、はいえー、それでは今後何かするかということなんですけれどもこれは理由その1その2その3と書いてありますけれどもこれも先ほど言いましたけれども賃貸住宅管理業者登録制度の中で事務所への設置義務ですねそれから重要事項の説明 まあこれだけではないです後です後詳しく説明しますけれどもそのものとして位置づけられているとそういう意味で賃貸不動産経営管理士の地位が向上していますそしてまた将来法律に基づく資格にするためには試験の難易度を上げることが考えられますやはりですね人人に1人以上 合格するような試験であればなかなか法律に基づく資格というのも少し問題になってくると思います。ある程度難しくななければなりませんそういったような意味で今後難しくなりますので早く取得しておいた方がいいとそういうことですねですから何としてもですね平成29年度に受かってしまってくださいですね。 はいえー、それでは今度は試験の具体的な内容これについて説明をしていきます。まず出題形式ですけれどもこの出題形式は4つの中から1つを選ぶというですねまだまだ答えを出しやすい形式です。えー、ここに 問いの語ということで問題例がありますけれども、まあ、こういうふうにですね次の記述のうち誤っているものはどれかというものですがここに4つの選択肢があって1つを選ぶということになります比較的回答しやすい宅見なんかと同じような内容になっておりますそれから出題数合格点 なんですが、こちらがですね、平成二十八年度でかなり難しくなってきまして、合格点が四十問出題されて二十八点、七割というですね、そういうレベルになってきました。まだまだ問題が比較的優しいというものが ありますけれども、まあ、これが問題この問題が少し難しくなってくるとこの点数が非常に大変な点数になってきます10問中7問正解しなければならないとそういうところになりますねじゃあ今後平成29年度以降どうなるかということなんですけれども、まあ、7割というのがねいろんな試験の中でも一応の目処になるものです その意味で、この28点という合格点をだいたいめ、目処として問題が作られて少し難しくしたいと合格率を少し下げたいというときには問題が少し難しくなってくると、そのような状況になってくるものと思われます。はいえ、その意味からでもですね。早く取得しておいた方がいいとそういうことになります。ですね。 それでは次に今度はこの試験はどういう範囲からどんな問題が出題されるのかということを少し説明をしていきます,です、ねはい。どこかから何問出題されるのかということなんですけれどもここで重要なのはですね出るところが決まっている とということですまあ出るところが決まってるっていうのはどういうことかというとですねこれは全ての試験に共通するんですけれども仕事で使うところ毎日使うところは毎年出るんですよたまにしか使わないところはたまにしか出ないとこれどの試験も共通するものですその意味でこの賃貸不動産経営管理士試験は40問出題されますけども 出題範囲が一定の範囲に固まっておりますので、えー、ここを集中的に勉強すればいいとそういうことです,ですね。これを見ますと賃貸借借地借用法関連これが40問中18問出題されるということです、えー、これにつきましてはあですね、えー、やはり賃貸不動産特に住宅が多いんですがその管理は これは賃貸借、民法の賃貸借に関する規定そして借地借地法に基づいて行うわけですね。賃料,の収賃料を受領する敷金を受領する更新手続きをするあるいは終了の事務を行うとこういったようなものも当然借地借家法それと実務的な内容これに基づいて管理が行われていくわけですから。 まあここから出題されるのは当然でしょう。ですね。賃貸借借地借家法で18問出題されるというですね。40問中18問ですよ。当然ここから勉強をしなければならないというのが、この当然の結果になるのはわかるでしょう。それでは。 次に出題されるあここにですね「セレクト問題解説集」というのがありますがこれちょっと後で説明しますけれども教材としてこのですね「過去出題セレクト問題解説集」というものが40問入ってますけれどもこれがついてると思いますがここの中の番号こちらを言っています,です、ねはい。このの問いの11から こういうような中身ですね。28まで、ここの問題を集中的に勉強してほしいということです。それでは次に何が出るかというと、賃貸住宅管理業者登録制度ですね。賃貸住宅管理業登録、これあくまでまだまだ任意の制度なんですけども、これがどん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 広がっていって、そして この賃貸住宅管理業の質が上がっていくということが前提になります。管理業者の方はぜひこれに登録していただいて、賃貸不動産経営管理士というのは、この管理、登録された管理業者の中にいるのが非常に多いわけですから、この制度の内容、 これについて出題されますこの賃貸住宅管理業者登録制度の内容は平成28年の8月のところの告示で大きな改正がなされまして賃貸不動産経営管理士の地位が上がったというのがありますですのでその改正されたところが多分出るんだと思いますけれどもそこのところ ですねえー、非常に重要なこの業者の中に賃貸不動産経営管理士がいるわけですからこの登録制度と賃貸不動産経営管理士今これから自らなるところですけどそういう資格ですけれどもそこのところが出題されるのは当然と言えます、えー、ここが7問出題されます。もうこれで 18問と7問ですからこれで25問ですね合格点までもう少しですよ。そして次にですね管理住宅制度というものが2問出題されますこの管理受託制度というのは管理業者の方はオーナーですねマンション賃貸マンションや賃貸アパートのオーナーさんと 管理契約を結びますけれどもこの管理契約の方法として二種類ありますね管理を委任を受ける受託するということで管理受託制度というのと一旦自分が借りてそれを転貸するサブリースという二つの方法がありますこれがそれぞれ出題されますこの管理業者の中に賃貸不動産経営管理士がいるんですから あそのオーナーさんとの契約がどんなものかというのは当然賃貸不動産経営管理士としては知っていなければなりません出題されるのは当然ですね二問ですね出題されます、えー、セレクト問題解説集の問いの九と問いの十ですそして、えー、次に出るのはですねここはあですね 賃貸不動産管理士ではなくて賃貸不動産経営管理士というところでこの経営といいいうです、ね、名前がついていますこの経営を支援すると単にですねこの賃料を代理受領してそしてオーナーさんに渡すとか。 更新の事務だけを行うとかそういうものではなくてどういうような経営をしていったらいいのかどういうようなマンションを作ったらいいのか付属設備はどのようにした方がいいのかあるいは税金対策はどうしたらいいのか保険はどうしたらいいのかあるいは今は投資用マンション投資用の賃貸マンションというものもあります。そういうういいい場合のの管理をどのようにしたら いいのかというそういうようなこの重要な賃貸不動産経営支援業務今言ったような税金の問題とか保険の問題とか企画の問題とかねそういうような問題が出題されますこれもお仕事に共通しますので5問出題されますここのところで18問7問これで25問 ですね。で、えー、管理自宅制度が2問27問で、えー、経営支援業務が5問これでもう30問超えてしまいます。今言ったもの、この範囲を徹底して勉強すればいいというのがこの勉強の方法です。ですねこれを中心にやっていきます。でもまだまだ。 40問出題されますから次 B ランクとしてはどういうような範囲があるかこれは A ランクが終わった後、勉強すべきところです。はいえー、それでは B ランクとしては賃貸管理業の社会情勢とと、重要性と、まあ、これは暗記するというようなものではなくてです、ね、この社会の傾向が 賃貸というものについて非常に重要視されてきているとそういう状況があるからこの賃貸不動産経営管理士という資格もできてきているとそういうことになりますよねその意味でこの大きな社会の流れだから丸暗記するという意味ではなくてこの賃貸住宅 どのようにこの社会日本の国で制度としてやっていくのかというのがどんなに重要になってきているかということを問題として出題されるとそういう意味では社会常識的な問題もありますあるいは社会問題としては空き家問題というのが最近大きな問題になってますよね。そのの意味ででここ空きき家れれを賃貸できれば 一つの空き家対策の一つの方法として賃貸することも一つの方法にはなっていますのでこのような問題ですねこれが出題されますまあ半分社会常識で考えなきゃなんないところがあるので勉強したからといってまあ絶対取れるというものでもないですけれども過去に出題された問題をちゃんとやっていけば一定の範囲では取れると思います。そして問題は 建物とか設備ですシックハウスとか電気設備とか水道とかあるいは建物の構造とかねこれが6問出題されるんですがこここが問題ですこの試験を受ける皆さんは多分ですねこの技術系の専門の方ではなくて、まあ、営業系の方あるいは事務系の方が 多いと思いますそういう方にとってはこの電気とかシックハウスとかそういうようなものはこれはあまりですね得意ではないというかとけ不得意というより普段この仕事で行っているものではないわけですよね。そういうい意味で <laughs> そのような意味で、えー、このをどう対処するかと非常に内容難しいですよ。シックハウスの中にですね化学物質の名前なんか出てきてねそういったようなものもありますけどもこれについてはじゃあやらないというのも一つの方法かもしれませんが6問きれいに捨ててしまうのもね大変なことになりますのでこの問題は 難しい問題もあるんですけれども優しいのもあるんです毎年出る同じような問題もですので誰もができる問題を必ずできるようにしておくとそういう対策が重要になりますこれもこの講座の中で後で説明をしていきますえ、この2つが B ランクということになります はいえー、以上で大体試験の勉強方法というもの試験の概要と勉強方法が分かったかと思いますけれどもそれではこの講座の中に具体的に入っていきますが使用すする教材ですね当然この画面に映るもの私の話もありますけれども客観的な教材としてどのようなものを使うのかということこれについて説明をいたします。 ここに本講座での主要教材ということでまず一つは賃貸不動産経営管理士公式ですねテキストというものがあります。これはですねこの中から当然出題されるんですから公式テキストというふうになってるわけで。 この中から出題されるわけですから当然ですけれどもここでこれ使うのは当たり前ですよねこの中出るって言ってますからですね署名が賃貸不動産管理の知識と実務これ実施団体ですね一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会出版社が大成出版社ですこの本の中から出題されます。じじゃゃあこれ読めばいいんじゃないんなかと いうことで,でも手に取った皆さんはこの1,000ページを超える分厚い本を1ページから読む時間がありますか読んでもわからないところもあるでしょうです,ですからこの中から出題されるというのは明確なんですがこのどこから出題されるのかどう勉強すればいいのかこれが非常に重要でですね この講座の目的はこの本をどう読むかどこをどのように読んでどこに線を引くのかというこれを明確にしていくというのがこの講座の目的です。ただ大変申し訳ないんですが著作権の関係でこれを移すことができません。 この点はご了承ください。このテキストの行数、ページ、どこを読めばいいのかというのを解説で明確にしていきます。また、この問題集出していただいて、この後ろの解説を見ていただければ、解説の中にこのテキストのどこを読めばいいのか、 ここをこう読んでここを覚えてくださいというふうに書いてありますので、えー、こちらのところを読むようにしてください。ですからこの講座8時間ですから全部説明することは当然できませんけれども説明するんではなくてこの本をこういうふうに読んでこのように使ってください。これが理解できて少し一緒に使い方を練習していくと。 それを最後までやっていけば合格するとそういうようなものですでもう一つはですね、この加工出題セレクト問題解説集というのがあります。これ何回か映していますが、この問題集です。これは平成二十七年度と八年度に出題された問題から重要問題四十。 をセレクトしたものですどうしてこの過去に出された問題を使うのかということなんですがこれが問題で同じ問題は出題されないんですでも似たような問題が出題されるって言いますよねここが問題じゃあ似たような問題というのはどういう問題なのかということこのこれはその問題が丸か×かというのを 判断する基準になるものその規範同じ規範で今年は丸の問題を作る同じ規範で今年はバツの問題を作るとそういうふうに問題が作られています,です、ね、この下の方を見てくださいです、ね、同じ問題は出題されないが同じところ箇所項目論点 まあもっとゲスワに言ってしまえばこのテキストのページ仮に10行目が出たら10行目から13行目までのところが出ていたらその前後から出題されるとね次の年度はねこういうようなものなんです結局ですね問題作る人っていうのは非常に嫌がります間違った問題作ったら大変ですよね 答えがなかったり、答えが2つ出てきたり、大変なことになってしまいます。だからみんな嫌がります。そうすると、過去に出された出題問題を見て、それと似たような問題を作ります。それはこの公式テキストの同じページから作る、あるいは同じ箇所。同じ箇所は去年は丸で出したから、今年はバツで出してみようとかね。そういうようなことで問題が作られてきます。 ですから、過去出題された問題というのはその問題その問題を解くのに必要なこの公式テキストのページはどこか何ページの何行目にこう書いてあるからこの問いの2の3の選択肢は「丸なんだ「×」なんだと。で「○」か「×」かはもう同じ問題は出ないわけですから「丸か「×」かではなくてこのテキストのここに書いてあるから。 でこのここに書いてあるからというのが重要で皆さん勉強するときに線を引くと思うんですじゃあ何を基準に線を引いていますか重要な重要なところに線を引く重要なところというのは一体何なんでしょうかそれは過去に出題された問題を解くのに必要な箇所行そこが重要ですそこを覚えればいいんですそれを覚えておいて出てきた問題はそこを基準として 丸かバツかというものを勉強していくと判断していくというようなことになります。ね、ここですね。ここが非常に重要で、この問題をきっかけにして今年の問題を予想していくというのがこの講座の目的です。ですから、過去の問題を解くのはもう丸でもバツでもいいんです。過去の問題から この問題集ね過去,の過去の問題からこの作った人はこのテキストの何ページを見て作ったそのページを勉強すればいいと今後もそこから出題される可能性が十分あるでしょうとそういうようなことになります。いいですね。 ですね。以上がこれまでの勉強方法です。それでは具体的な内容に入っていきます。